こんにちは、いちごタルトです。前回の動画で、日光の周辺を、回ってたんですけど、今日はちょっともうちょっと北の方にやってきました。で、日光の方には、源氏と平家の戦いの、落ち度になった平家の人たちが逃げ延びて暮らしてたっていう、平家の里っていうところがあって、そこに行こうと思ってるんですけど、その前に今日はちょっと那須塩原市の方に先に来てて、こっちには、平家じゃなくて源氏の方の、落ち度の人が隠れて暮らしてたと言われている洞窟があるそうで、実際にそこも洞窟に入って見に行けるそうなので、今からその玄山窟という源氏の人が隠れてた場所に行ってみたいと思います。で、その後平家の人が、住んでたところ、平家の里の方に行ってみたいと思います。玄山窟到着しました。タルトはちょっと歴史に詳しくないんですけど、源平最後の合戦壇の浦の戦いで源義経と共に戦った源義経腹心の武将源有綱さんかなが、戦いの後源頼朝軍に義経一族として追われ、大和の国より塩原へ逃げ込み、洞窟内で落ち度の生活に入った。源氏の中でも争いが起きたってことですね。で、面白いのがこの米の取り汁で洞窟内で生活してるのがバレちゃったそうです。洞窟内に流れる滝水で米を研ぐ生活をしていたところ、取り汁が洞窟の外に流れ出たため、発見され無念の最後を遂げた。当時の様子の再現した人形が設置されているそうなので、ここもタルトが好きそうな感じだと思うので見ていきたいと思います。塩原温泉聞いたことある、長生きの水がある、アルカリをたっぷり含んだ清水飲めるそうです。おー、冷たい。長いって行きそう。入ってきます。有綱さん、複雑ですね。入ってきます。木の根元から洞窟が始まってる。一休さん、道内では当時の武将たちの暮らしぶりを再現しています。それでは足元に気をつけてご覧ください。入り口でおじさんがすごい歴史についてすごく丁寧に教えてくださって、結構詳しく教えてくださったんで、解説があるんですけど難しかったんですけど、でもすごいなんとなくよく分かって、聞いてからこの洞窟を行けるのがすごいいいです。で、米を研ぐ武将さんがいます。ここで研いでたのかな。すごい水が豊富ですね。ここで研いでた研ぎ汁で見つかっちゃうっていう。かつては白衣を着てたんだ。水が本当にすごいですね。で、今洞窟短くなっちゃったみたいなんですけど、昔はもっと続いてて、続いてた奥でこの方かな、吉綱さんが亡くなって、
で、そういう写真とかは今土の中にあるみたいで発見されてないそうです。すごい細い。リツナさんだった記憶力がそう、こんな感じだったのかな。農民の人たちが身を守って戦乱の世、我が身を守ってもらう代わりに貴重な米を武士たちに献上していた。その米で見つかっちゃったっていうのがね、ちょっと皮肉だけど。神社の方に伸びてて、この横穴を通って有津さんが神社に参拝しに行ってたんじゃないかってさっき説明を聞きました。大丈夫って言うの？ここに蜜を手が来るかもしれない。あは、覚悟はできております。他の者も今腹ごしらえをしております。お家再興かけていよいよ出陣するのも、まずは本当に狭い、私が外の様子を偵察してまいります。穴も開いてる。いよいよ頼朝軍が鎌倉よりこの地に近づいてきておる。もう鍾乳洞とはまたなんか違うというか、この狭い感じで本当に隠れ家みたいな感じ。はい、戻ってきました。いや本当に最初に施設の方が説明をしてくださるんですけど、それがわかりやすくてというか、すごい丁寧に教えてくださってすごい良かったです。途中から前にお客さんがいて、その解説の途中から入ったんで完璧には、あと結構複雑というか範囲が広かったんで分かりきってないところもあるんですけど、歴史についてすごい学べました。洞窟も結構狭いし、でもなんかなかなか行ったことのないような洞窟、ちょっとなんて言うんですかね、縦穴じゃないけどなんか木の根っこの下から入ってったりとか、あと展示が人形があって分かりやすくされてたりとか、あと洞窟は短くなっちゃってるんですけど、その後実際に洞窟から出てきた甲冑とかも展示されてあったり、昔の他の甲冑とかいろんなものが展示されてたんですけど、その甲冑はもう本当に土の中から洞窟の中から発見されたから古い感じなんですけど、そのなんか背中に霊の姿が映ったっていう、ちょっと心霊チックな感じの解説も書いてあったりして、そうちょっと怖さもあったんですけど、本当にガラス越しにこう近くで見れるのですごい面白かったです。めちゃくちゃ良かったです。なんかすごい満足感がすごい大きいです。解説で聞いたんですけど、車で 1,2 分ぐらい行ったところに神社があって、そこは有綱さんがずっと洞窟を通って通ってたっていうところで、すごい大きい杉があるそうなので、杉の木を、駐車場も広いみたいなのでせっかくなのでちょっとそこも寄ってから、平家の里の方に向かっていきたいと思います。Thank you.
はい、本当にすぐ到着しました。手を洗って清めてから奥の杉を見に行きたいと思います。で、大きすぎて中がね、修繕補修されてるみたいで、なんですけどすごい重すぎて枝がこう垂れてきちゃって高さ杉になってるそうです。じゃあちょっと行ってみたいと思います。まずは手を洗います。大きいです。枝も太いです。国指定天然記念物逆さ杉、約1500年以前より湧き水等の恵まれた環境の中で育ったから大きくなったかな。漢字が読めないけど小杖なんだろうに近く高い幹に垂れた太い枝が多いところから逆さ杉と呼ばれるようになる。こういう枝がちょっと下に垂れ気味だからっていうことなのかな。横から見たら太さがさらに、あ、2本だったでも1本でもすごい太いですね。パワーを感じます。確かにここら辺の枝も垂れ下がってる。お参りもしたいと思います。ここも源さんのどなたかが建てたっていうお話を聞きました。タルトの記憶が正しければ。お隣には有綱さんの神社もありました。ここら辺の解説は本当さっきの金山窟さんで聞くと分かりやすいので、ぜひ行ってからここも立ち寄ってみてください。平家の里の近くは結構温泉街ですかね。350メートル先、目的地は左側、平家の里。素敵なホテルだったり、なんだっけ、名前忘れちゃった。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。平家の里到着しました。門からすごい、まだ雪も残ってます。さっきは源氏のお中道の人が暮らしてたところだったけど、今度は平家のお中道の人たちが暮らしてた様子を見てみたいと思います。結構広いのかな。結構早い時間からやってます。隠れ忍んで800年。ここは湯西川温泉郷で、各地残り有数の平家お中道伝説の地と一つとして知られております。いろんな秘話とか伝説とか、あと風習芸能、端午の節句は一日遅れで、鯉のぼりはあげないとか、鳥は飼わないとか、これも見つからないようにしたっていうのをネットで見たんですけど、そういう
ここならではの風習とかもあるみたいです。ここにも書いてあった、男の子が生まれた喜びからおりほ漢字が読めないあげたところ、源氏の追っ手に発見されちゃったから、さっきの風習があるみたいです。で、命からがら逃げたのがここ湯西川の平家お中土の里の始まりになってるみたいです。すごいわらぶき屋根のお家がたくさんあって、本当に集落っていう感じがします。いろんな展示もされてるみたいなので、中も見ていきたいと思います。すごい、歩いてたらめっちゃなんか鳴き声が聞こえると思ったら、なんかでっかいでっかいカエルいっぱいいます。すごい怖い、めっちゃでかい、見えるかな。何がある、何だろう、めっちゃいっぱいいます。鳴き声がすごい、あーすごいすぎて怖い。展示がある。ここら辺は寒さも雪もすごいだろうから、冬は特に昔とかね、防寒着とかあんまりないから大変だったでしょうね。音楽ものどかで散歩するのにちょうどいい、心地がいい。少年だったんですね。この人形もかっこいい。平野清盛さんもいました。はい、車に戻ってきました。さっきは洞窟だったんですけど、ここの平家の方は普通にあのお家があって、そこで暮らしてたのかなっていう感じで、でもなんかそういう隠れてるからこその風習があったりとか、そういう歴史を学ぶことができました。昔こういうのを使ってたとか、こういうなんだろう、室内がこうだったんだよとかの展示もあったりして、もう散策するにはすごいいい感じでした。楽しかったです。はい、ということで今日は源氏と平家のお中土の人が暮らしてた場所に行ってみました。両方ね、割と近いところにあるので、なんか不思議ですよね。お互い敵同士だったのに、お互いがお中土になって隠れて暮らしてたっていうのが、なんかすごいちょっと興味を持って来てみました。いろいろ新しく知れたこともあったので、ぜひ皆さんものおすすめできるので来てみてください。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。